来月11日、道後温泉本館が全館で営業を再開します。この再開に向けて、新たに100人以上のスタッフが採用されていて、接客方法などを学ぶ研修が行われています。5年半にわたって大規模な保存修理工事が行われていた道後温泉本館は、来月11日に全館営業を再開。着々と準備が進められる中、今日行われたのは新人スタッフの研修です。道後温泉本館では全館営業再開に向けて新たに100人以上のスタッフを採用し、接客の仕方を身につけてもらおうと、先週から飛鳥の湯で新人研修を始めています。研修ではお茶菓子の出し方を実践し、丁寧な言葉遣いなどを学んでいました。こちら当店オリジナルの椿花菓子でございます。はい、ごゆっくりお過ごしくださいませ。当館、あ、当館、そうですね、間違えました。当館ですね。お過ごしというよりおくつろぎくださいの方が言葉的には正しいかなと思います。はい、まあ、本当に最上級のおもてなしっていうのをお伺いしているので、とても緊張してですね、本当にそういうことがね、できるかどうか分かりませんけど、とてもなんか深い濃い研修になっています。はい、もう誇りに思いますね。なんかすごく楽しみです。研修は来月からは道後温泉本館で行われ、観光客を迎える準備を進めます。